こんばんは。コップンカそう、サワディ。サワディカ。はい、はい、ということで、はい、俺たちのタイ音楽入門。そうですね、入門も第4回まで来て、はい、で研究を2つ。そうですね。で、今回はで俺たちのタイ音楽入門5にしようか。そう、10か。5にしよう。5にしよう。入門5。5。な、シーズン5です、ね。前回はあの 4つやって、はい、それでその後研究をしたよっていうのも2つやったんですよ、うん、そうですね。でこの後あのまた入門に戻って。そうですね、ちょうどそのタイミングでタイフェスがあるということで、うん、それを挟んでタイフェスティバル入門をして、で研究をして、でタイフェスに臨んだ後のでタイフェスの動画を俺が上げた。そしたらなんかいっぱいコメントが来た。いっぱいっていうかちょっとコメントが来た。嬉しいですね。ワールドワイドになってきました ね。ワールドワイドというか主にタイとジャパンなんですが、タイとジャパンだけでなんですが、バイト多いですねこれ。そうですね、これ何ですかこれ。番組ですねこれ。キクドゥ、キクドゥ。我々のそうですね、一番今熱い番組です、ね、一番笑える番組ですね。最高なのね、うん。まあキクドゥの説明はしなくていいですか。しなくていいです、まあ、タイフェスを総括しながらちょっと一回ね、そうやればいいんじゃないか。どうでしたか、タイフェスは。タイフェス、そうですね、タイフェスどうでしたか。タイフェスは素晴らしかったですね。あ、素晴らしかったですか。最高でしたね。タイフェス結局2日間あったわけですけど、結局ノリオさんは2日間行ったんですか。2日間行きましたね、朝から。かぶりついたんですか。かぶりつきました、ね、結果として。君が2日目が、2日目から。そうですね、僕は2日目に行きますね、うん。どうです。俺はもう さっきじゃないけど、うん、前回。あ、そうかそうか。一人で、君は君で統括してるわけだね。そうそう、うん、あ、そうかそうか。だから別にいいのか、うん、俺の感想を今これは言えばいい。そうそうそう、うん、自由に。対別はですね、すごく面白かったですね。で、対別ってさ、ステージってまあね、ジャマイカフェスとかいろいろ行ってきたんですよ。代々木公園のフェスにはね、俺も遊びに行ったりしたんだけど、ステージをメインに楽しみに捉えてたことがなかったんですよね。みんなとワイワイこのご飯食べてみたりだれてみたりしたんですけど、タイフェスに限ってなのかわからないけど、あれサマソニーぐらいでしょ、うん、ね、フジロックとかサマソニーぐらいなことが起こってたんだなと思いました。最初の留学生のバンドも良かったもんね。うん、めちゃくちゃ良かった。だからあれはほら、デレンのサマソニーっていうのがあって、素人バンドたちが、素人バンドっていうかまあ、そう、セミアマバンドたちがしのぎを削って出てくるところなんだけど、あそこですね。あそこぐらいのポテンシャルはあったし、その最初の素人バンドのここからもうこれ感動しちゃって結構すごく歌うまくてさ、でしかも結構長くやったじゃないですか、何曲も。で最初やっぱすごく硬かったんだけど、だんだんなんか女の子もさ乗ってきて、そあちゃあとか言ってたでしょ。で男とも出てきて、男と絡んで、でギターもどんどん楽しそうに弾き出してさ、なんだこれ楽しいなと思ってすごく良かったですよ。でその後バンド見たでしょ、うん、その後キックボクシング、うん、人形劇じゃなかったっけ。キックボクシング、キックボクシングの後人形劇だったかな。そこそこそこ、うん、ただ人形劇の時音が割れちゃって、あー音飛びもなくてこれ大丈夫かなって思ったの。後に歌だったから起きた、
これはサムソンチムですね。そうですね。なぜこのサムソンチムを流してるかって言ったら、今回はあのルークターンやりたいなと。やりたいですね。ルークターン。ルークターン。まあ、我々はルークターンから入ったわけじゃないんです。ルークターンはでも日本でファンクラブがあるぐらい大人気ですね。ルークターンという女性の、あのこの中で言うとこの子なんですけど、うん、ね、この子どうやら何かあのルークトゥーンというタイの音楽のジャンルの中のブレイクスルーがルークターンで起きていたんじゃないかということをいろんなブログで読み取っていくわけですね。で、まあオムが可愛いんで、めっちゃ気になっちゃって全然めっちゃ話せてないみたいな気になっちゃって、もオームがどんどんこっちに、最後こっちに行ってバイトーイに追いやられていくのがたまらないんで、そして一番左の端でユーレックがすげえスペースを取ってどかどかとやってるのがすごくいいね、これがね。話が飛んだけど、俺のタイムレス統括はもういいの、あ、もうまだまだ途中だから、あ、そうかそうか、ついつい出てきたから、まあ、ルークトゥンのターンの話もしながら、どうだったのかっていうのをしてね、そうですね。まああのそのタイムレスでね、ルークターンも去年か一昨年来てたらしいですね。俺がそれね、あの、多分東京じゃないんじゃないの、あ、そうなの、なんか俺エールが来てたイメージがあるんだよね。エール？エールがやった日本のアイドルでエールっていう篠崎愛の、篠崎愛この人のね、あのグループのライブがあったんです。それが2年ぐらいあったのかな。あ、そうなんだ。2013、2012ぐらい。ルクターンはじゃあ来なかった。かわいい全くもう話がさいいんだよ、まあ雑雑談だね、雑雑談だよ、もう目的を持って話してるんじゃないから、飛んでいろんなとこに飛んでいくんだね。そうそう、まあ結局ね、そのまあ最初バンドがやってたな、その後キックボクシングをステージで披露すると、でチャンピオン、女の子のチャンピオンとかね、あのいろんなチャンピオンたちが来て、あのフリーっていうかね、あのちょっと実戦形式の打ち合いみたいなのをやったりして、でその後どなたか有志、ちょっと気になりすぎない？いや、聞いてる、有志、お客さんの中でステージに上がって蹴りを打ってみる、もしくは受けてみたい方いますかって言われて、俺はそういう時はいや自分は大丈夫っすっていうタイプなんだけど、なんかそのタイが俺をそうさせて、タイが俺の手を上げさせたんですよ。手を上げたんだよね。上げた結果ステージに上がって、チャンピオンのね、女性のチャンピオンのハイキックを受け聞いてるよ。違うんだ、今ちょうど追いやられたんだよ、オウムがバイトーイに、バイトーイに、俺だって見ちゃうよ、だ逆に、あ、ごめんごめん、いや、確かに、それはそう、俺が悪かった、かってバイトーイがこっちにバイトーイさ、でこれはもう食らっても悪い、悪い、みんな、ほら、みんなが悪い、みんなが前に出ようっていう、そうだね、よく見ると踊ってなかったりするんだよね、要所要所でバイトーイは、こう髪の毛を引き上げて、ね、まあ、この番組自体ずっとやっちゃうと60分ぐらいかかるから、まあ、今大丈夫話してる、今もういいの、今大丈夫、なんだっけバイトーイだっけ、違う、あのキックボクシング、キックボクシングあ、ムエタイの話、あー、そうムエタイで効果音が入るのがさ、キックドゥがいいよね、ポンヤ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 ンポンヤ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 ンってさ
まあそんなことはさておきですよ。うん、お前だから自分の起きたことをさ順番に立てて話す必要ない。こうだったって終わりでいいよ。ああそこそこ全部話したらそれがまた台フェスと同じ時間かかるわけじゃん。ああそう確かに。タイのね、だ時系列で話すこともないと思うね。だ例えばムエタイの話も俺が聞いたタイフェスの時の話はムエタイのすげえ強いチャンピオンがいたと、うん、タイにね、うん、だミャンマーにある日攻め込まれて、うん、もうタイは負けてしまって、うん、ミャンマーの王がムエタイの強いやつを呼んでこいと、うん、そいつらうちの精鋭15人と戦わせろって言った時に、うん、いや待ってくれ、分かりました、うん、だけど私に10分だけ時間をください、お祈りの踊りを踊ってから戦いたい、うん、それをミャンマー王が認めて、うん、踊って全部ぶっ飛ばして勝ったと、うん、15人だが、うん、それが伝説になりムエタイでは最初に踊るようになりましたっていうようなエピソードがあるんですよ、はい、それをちゃんとディティールも細かく説明してたらどうなりますか。もう15分経っちゃいます。今説明したじゃないですか。うんね、でもごめんごめんやし、聞くと見てて全然聞いてない。すまんすまん。じゃあちょっとえどうだったのかっていうのはもうそのディテールを細かく説明するっていうことよりももう感想だけをポンポンと言って次に行っちゃおうよ。そうだね、あのねすげえ楽しかったよ。ライブメインで10時からね、10時ぐらいだよね、10時からずっとステージにいたけど全然飽きない、ずっと楽しかった。そんでまあムエタイアリーのあと伝統の人形劇アリーのミスタイの可愛い子ちゃんが来て、でちょっと俺は純ミスの子の方が、ね、好きでさタイプだったんだけど、であのミスの子はね、日本で生まれたらしいよ、うん、言ってたね。言ってたそんであとほら舞踊が良かったんだな。舞踊も良かってそこまででさもう結構すごくわかるステージめっちゃ楽しいじゃんと思ってたわけで、思ってたのにそっからもう怒涛の RS あとゲーム、スター軍団ね、スター軍団とあと神風のあのカノムチンとネコジャンプとあとバイエンラーケンか、これは見れなかったんだけど、まあ全然順番違うけどね、まあまあまず RS から来たんだっけ最初は。お前が言ったのは RS から来てる。ああそう、2日目は RS。 RS が終わったとぐちゃってなるから、うん、そこそこそこ RS が終わったらぐちゃってなるからもうそこに逃げようっていう魂胆ですよ。ああそこそこそこ、としては、うんうんうん、バイエンラーケンの時は初日は俺ステージに上がって踊らせてもらったの、一緒に。ああいい、あれ楽しかったけど、だから上がった人たちってみんなやっぱり強者なんだよね、踊りがね。すげえ踊れんの、なんかこの手がこうちゃんと曲がる人なんだね。であとノリのいい人たちが多い、はい、そのノリにやっぱり俺はついていけてなかった。まだねあの対音楽弱者なんだなっていうね感じしたよ。いやあの代々木だから代々木の各国のフェスに絶対来る、ね、フェスバカみたいな人いるんじゃない。あいるいる、すごくいたと思う、そういうやつらももしかしたら。で何やっぱ RS ですね。だから初日をのりおさんが見て2日目もまあ内容はほぼ同じだと思うんだけど、2日目の方を初日は見てない俺だけど2日目の方がすごく良かったんじゃないかと思えるような、なんか何かを更新してきたような、なんか分かってる、うん、盛り上げようと初日で経験したことを踏まえた上での盛り上げてくるステージだったんですよ。だから最初ブルーベリーだったんですけど、ブルーベリーもすごく良かったですね。どうだったんですか、その人と比べて。いや、じゃあ、まあ、ララルルがですね、すごいなと思いましたね。ララ
ていうか、そうだね、ブルーベリーはすごくもうそれを目的に行ってるようなもんだから。あ、そうかそうか、ブルーベリー目的だから、うん、もちろん良かったし、うん、1日初日と違う感じに、まあ、1曲違ったんだよ、多分間違ってかかったんで、うん、オーライっつって歌い出したやつが、うんうん、下それで下降りてきてくれて、うんうん、なんかいい感じになったってなるけど、それは置いといて、それどっかで、それ、あ、のりおさんそうか、統括してるから、自分で統括してるから、それはもう言ってるんだ。じゃあお前この後、統括を取るかい、一人で。いや、それはいいか。じゃあこれを統括にしちゃおうか。そうだね。これもう15分経ってるけど。だから結局、じゃあ俺統括していいかい？いいよいいよ。統括するよ。みんなが下に降りてきました。結局ララルルも降りてきたしね、みんな降りてきて、で必ず手を出して必ずこう握手をしてくる、フレンドシップがすごい、スキンシップがね。で統括です。ね、やっぱりね、一番ね手がね湿っていたのがヌーレックでしたね。何それなんか手が湿ってる女っていいよねって、あのダイエスが終わった後あのヒゲの OL みたいな友達がいるんですけど、ヌーレックは手が湿ってたんだよ、興奮したって 話しましたもう大満足です。すごく面白かったです。家庭科体も良かった、ララルルも良かった。苦言を呈するとしたらですね、一つあって、はい、クラテクラ、あ、クラテ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 がね、クタカタイって言ってたよ、大将、クタカタイ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 って言ってた。マイケルのデンジャラスをやったんでしょ。そうですね、あそこだけは、うん、見てて楽しかった。すげえな、ジャネット級だこいつは、うん、この人はすごい、うん、スターだ、うん、思ったけど、うん、まあね、やっぱそれをやると、うん、マイケルすげえなってなっちゃうね。ああ、結局あのデンジャラス見たくなっちゃうじゃないああなるほどね、なるほど、マイケルが見たくなってしまうし、で多分マイケルの方がダンスはやっぱする、見たらすげえじゃん。まあ、まあそれは分かる。だから、まあ、あんまりマイスケルリスペクトみたいなことはやらない方がいいんじゃないのって思った。終わってビデオ見返して、ああなるほど、いろいろ考えた結果、それをなんか別に求めてないじゃん、見れてラッキーぐらいはあったけど、まあまあまあ確かにデンジャラス好きだし、うん、で俺多分さ、うん、普通の同世代の人よりもちょっとマイケル好きじゃない、うん、マイケル・プリンスあたりですちょっと好きじゃない、岡村康之が一番好きだけど、そうね、だからね、ちょっとあれはもうちょっとね、もうムエタイの踊りとか、ムエタイの最初のデモンストレーション良かったからね、ああいうことでやってくれた方が、うんうんうん、俺としては良かったなってちょっと思っちゃった。なんか悲しいというかね、良かったんだよクラティは。嫁もすげえハマってるからね。あすごいっすよ、トゥートゥー言ってますね、トゥートゥー言ってます、なんか首とこれでこうやってるから、ね、鳴き声がトゥー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 みたいな、鳥みたいになってますね、トゥートゥーって。それお姉ちゃんね、それだけ私が言いたいのは、それ以外はパーフェクト。そう言われちゃうと、そう確かにそう思うけど、それ以外だから彼女は、まあ、ちょっと俺も情報が少ないか分かんないけど、現地タイではちょっとそうなんつうの、なんかちょっと盛り上がりに欠ける部分があるんじゃないの、なんか、まあ、それは俺ブログいろいろ見てるから、そうさっきの話だけど、ちょっとほらもうやっぱなんつうの、寺とかでほらライブやったりするわけでしょそこでああいうさマイケルとかなと、またちょっとポカーっとしちゃう人も出てくるのかなっていうのもあるけど、でもその点今回の対応はマイケルはまあいいとして、トゥーとかさ結構やったじゃないですか、あれでコール&レスポンスとかあったし、
結構ほら本人も、ね、おおみたいな感じだったじゃん。なんかあここで返してくれるんだみたいなさ。だもっと早く、そう、ね、全方位型で世界に行った方がいい人、そうそうそう、いいんだろうね。だからさっきもチタッと言ったけど、O2 アリーナとかさ、あのマディソンスクエアガーデンとかでやったらちょっとあのね、あのスタンディングオベーションでとか、そんな方がもしかしたら彼女はいいのかもしれないって思いました。ということで20分です。ベロンベイバイバイ。